日常演劇10分間日記にようこそ。さて本日の曲はこちら、ではごゆっくりお楽しみください。ネスカフェレギュラーソリューブルコーヒーを飲みたいと思います。なんかいろいろ飲んできたのでやっと通常のやつかって突っ込まれそうな気もしますけど、まあ変わり種から飲んでみたかったんですよね。はい、というわけでようやくの通常版、はい、もう今回も入れてあります。で例によってもちろんあれ久しぶりだ、ネッスルブライトだ、ブライトだ、すっかり忘れた。でもブライト入れたバージョンも飲んでいきますね。ではまずは通常版からいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。標準なのでやはりフレーバーの味がよく出ますね。これほど好みで変わるものもないと思います。やはり一番標準の味なので苦すぎもせず、かといって甘すぎもしないようなちょうどいい味でしたね。よく言えば万人受けする、悪く言えばなんか中途半端、そんな感じです。なのでお好みに応じていろいろ変えていくことがたやすい商品と言えると思います。でこれ単体だとまあやっぱり標準なのでこちらの点数とさせていただきます。で今回も各種ブライトといろいろ合わせてみました。やっぱり元が標準なので何回も標準って言って申し訳ないんですけど、元がある中間なのでそれぞれの味をダイレクトに感じることができたと思います。なのでもうこれは完全にお好みですね。で自分はやっぱりと言いますか、このキャラメルラテが一番好みなのでこれが一番その味を感じることができて美味しかったです。もちろん皆さんは好みはおのおのだと思いますので、お好みのフレーバーで飲んでみてくださいね。もちろんブライト以外のフレーバーを入れるのもありだと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画をたくさんしていただけると嬉しいです。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の天国でお会いしましょう。